皆さんこんばんは。こんばんは。8月15日の終戦記念日が近づいてきてですね、まあ、あと1週間ですから、また今日あたりから、反日活動がですね、盛んになるんではないかなというふうに思うんですけれども、そういった中で今週は私にとって2つの大きな行事があってですね、1つは8月4日に石川県の護国神社で大東亜聖戦祭という行事が開かれました。これは元谷塾長もそれから野田市館長も出席をしてて、あそこにおられる新しい歴史教科書を作る会の岡野さんも今度は理事に、まあ、なっていただいたんですけれどもですね、副会長になっていただいたんですけれどもですね、私実はこの大東亜聖戦記護持会の会長を2年ほど前からさせていただいてます。でこの立派な大東亜聖戦大碑という立派な碑が石川県の護国神社に作ってあるんですけれども、本来は靖国神社に作りたかったんですけれども、いろんな事情が許さなくてですね、石川県の護国神社で引き受けてもらって、今年でまあ13回目になるんです。で、まあ、ゆくゆくはですね、靖国神社に作れればいいなということで、まあ、運動を今後やっていきたいというふうに思ってます。で大東亜戦争がですね、日本にとって聖戦、もちろん世界にとってアジアにとって聖戦であったということをですね、我々はこの訴えて、で日本の歴史を取り戻していくことが必要だろうというふうに思います。結局今橋本市長の慰安婦の発言を見られる通りですね、中国や韓国は外交のツールとして日本が侵略戦争をしたと言ってるだけなんですね。これは真実でないということは彼らも十分よく分かっているというふうに思います。だけれどもこれを言うことによって彼らが外交的な利益が出るからです。そのツールとして言ってるだけなんですね。だからこの侵略戦争を認めたらいけないわけですね、日本は。橋本市長はですね、侵略戦争は認めると、しかし慰安婦については違うと言ってるんですけれどもね、目標とこの手段のこの重みを分かってないんではないかというふうに私は思うんですよね。侵略戦争を認めると言ったらですね、慰安婦がこうだとか言ったって意味ないわけですね、これ全然。だからそういう意味で、この日本の歴史を、やっぱり日本の政治を動かすような人たちがみんな、この取り戻していただかないと、やっぱり日本の戦後が終わらないなというふうに思うんですよね。で、安倍総理が言ってるこの国防軍構想、これについてもですね、まあ、社民党の辞めた党首がですね、まあ、聞いてもしょうがない意見を言いますけども、戦争をやる体制を作ろうとしていると。当たり前だと。戦争をやる体制を作ることが戦争を抑止するんだということが、まあ、分かってないわけですよね。戦争ができない体制であることが戦争を誘発するわけです。ですから、この総理は結局戦争をしたくないから、そういう体制を作ろうとしているということをなかなかですね、この政治家になっているような人でも、まあ、理解をしていない状況があるんではないかなというふうに思います。でそういう意味でこの大東亜聖戦大碑、まあ、立派なものがありますので、ですね、形が残っていればそこに運動は続くというふうに思いますので、やがて靖国神社にこれを作ることを目標にですね、活動を続けていきたいというふうに思いますので、皆さんもできれば大東亜聖戦碑護持会に入っていただくと、まあ、ありがたいというふうに思います。よろしくお願いをします。でもう一つは8月の6日にですね、広島で原爆被爆者の慰霊祭が行われますが、その夕方、広島で私は今年5年目の講演会でですね、そして、まあ、総理も広島市長もですね、まあ、行きがかり上、核廃絶に向けて頑張ると、まあ、言わざるを得ないということですよね。これ、まあ、アメリカの情報戦でそうなってしまったわけですよね。核兵器を持たない方が、核兵器を持つよりも国は安全だと、そんなことの意見は日本以外の国では通りませんね。よその国で言えば、軍事力は強い方がより安全であるし、核兵器を持たないよりは核兵器を持つ方がより安全だということは常識なわけですよね。この常識と全く反対のことが日本では意見として通っちゃうということなんですよね。で、私が5年前に初めて広島で8月6日の講演会をやるという時にですね、まあ、鴨神は帰れとかいうことでですね、大規模デモが起きるわけですよね。でこれ 2年目までそういうことがあったんですけれども、3年目以降はなくなったんですね。それはこれやればやるほど鴨神に味方するということがまあ分かってきたわけですね、左翼も。
勉強して、もう最近まで私が言っても全く無視されるという状況になってきてます。で、3年目まで私がまあ直接講演をしてたんですが、去年はあの草川公人先生が行くということだったんですけれども、まあ客の入りが悪いということで最後は私がやっぱり行きました。今年はですね、前防衛大臣の森本聡さんとですね、それから今現防衛戦犯の佐藤正久君が行って、まあ、やるということだったんですけども、どうもまあやっぱり人の入りが悪いようで、最後は聴衆として来てくれないかということで、まあ、行きまして、あの20分ほど話もさせてもらいました。まあ、来年はどうなるか分かりませんけれども、一応、まあ、私にとってはまあ嬉しいことですけどもですね、タモガミが行かないとやっぱり人の集まりが悪いということをだんだん広島も分かってきたのかなというふうに思ってですね、まあ、来年も来ますと言って帰ってきましたけれども。この核兵器についてですね、日本国民はみんなというかですね、多くの人が騙されてるんですよね。で、核兵器はあんな危ないものってどうするんだと、先制攻撃用の兵器だというふうに日本では思わされてきたんですよね。でも核兵器こそ徹底的な防御用の兵器なんですね。この核兵器に対するこの認識というのもですね、日本がよくこれを認識を広める必要があると思うんですけれどもですね、核兵器というのは徹底的な防御用の兵器なんです。先制攻撃用の兵器ではないんですよね。なぜかというとですね、核戦争をやれば共倒れなんです。それは核ミサイルの一発の破壊力があまりにも強大だからですね、東京が消えてしまいます一発で。と、核戦争になればですね、一発も命中しないなんてことはありえないわけですよね。先制攻撃をすれば必ず反撃をされます。反撃をされれば被害を受けますから、もう負けですよね。もう両方負けなんです。だから負ける戦争を初めから仕掛ける国はないわけです。ですから、そういう意味では、撃つんだったら撃ってみろと、必ず反撃をしてやるという徹底的な防御用の兵器が核兵器なんですね。だからそれを示しているのが、核兵器出現以降ですね、核武装国同士が戦争するということはなくなったわけですよね。だから徹底的な防御用の兵器である。で、もう一つはですね、核兵器ってこの認識の兵器なんですよね。結局持ったと宣言をして、で、周りの国が核武装したと認めてくれればそれでもう OK なんです。実際に使われる可能性はほとんどゼロに近いわけですよね。で、ゼロに近いからですね、持ったぞと宣言をして、持ったと認めてもらえばもうそれで終わりと。だから核実験も必要としないほどの兵器なんですね。それはシミュレーションで持ったということがもう証明されるのもそれでいいというようなものですね。で、この核兵器がまた戦力の均衡を必要としない兵器なんですね。通常戦力であればですね、1対10の戦力の差があればですね、戦えば10の方が勝つということがもう初めから分かるわけです。で、1の戦力が10の戦力を抑止することはできないんです。しかし核兵器は一発の破壊力が強大であるためにですね、これ1対10でも1対100でも、極端な話1対1万でも抑止が成り立っちゃうということなんですね。だから北朝鮮みたいな貧乏な国にとっては極めて安上がりな兵器なんです。核兵器を持てば軍事攻撃で国が潰されるということはなくなります。だからイラクは核兵器を持ってなかったからですね、まあ、アメリカの軍事攻撃で潰されました。北朝鮮もイランもそういったことは十分認識しているわけですね。ですから北朝鮮のキム・ジョンウンが気違いだとかですね、イランのアハマドネジャド大統領が気違いだとかいうことはないんですね。彼らも一国の指導者ですから、きちんと判断力を持った人であるはずです。気違いが国の指導者になれることはないですね。でもこれもまあ情報戦争でやられるわけです。あいつら気違いだと、核兵器なんか持とうとしてると。で、日本もそんなことを考えたらですね、もう気違いだと言われるというのが今の、まあ、日本の状況ですよね。だけれども核兵器こそ究極の抑止兵器なんですよね。だから私が世界の空軍参謀長会議に2回出て、2回目の時はですね、私も結構目立ってましてですね、私の周りに世界の参謀長が集まってくるんですね。で、インドの参謀長とインドネシアの参謀長とアメリカの参謀長とたまたまいたんですよね。だからインドの空軍参謀長が私に言いました。
ゼネラル玉上、日本は核武装する意思はないのかと言うから、いや、俺はあるけど、日本政府はないみたいだと言ったんですよね。だからインドネシアの参謀長が隣にいて、そうだよと、やっぱりアジアでは日本は核武装すべきだと言ってました。アメリカの参謀長は笑いながら聞いてました。だから、まあ、普通に考えればそうだと思うんですよね。でも日本では核武装とか言ったら、基地外と言われますね。私が5年前に核武装すべきだと言ったときは、基地外だと言われてましたけれども、最近はなんとなく少し変わってきたのかなというふうに思いますけれどもですね、この核兵器に対する認識もですね、やっぱりこの戦後レジームから脱却をするという一つだと思いますね。この国の守りに関することがですね、日本は本当にこの目隠しをされた状態、ヘッドギアをはめられた状態になっているというふうに思います。武器輸出をしないことはいいことだと、死の承認になんかなるべきでないと。しかし武器を輸出して日本産の武器を使わせておけば、外交交渉で相当強い立場に立てます。言うことを聞かなければ兵器止めるぞという圧力をかけることができるわけですね。もちろんそんなことを言うことはありませんけども、現に日本はアメリカから常時その圧力を受けているわけです。ですから、この核兵器に対する考え方もですね、日本が本当にこの国際的な、まあ、グローバルスタンダードというかですね、そういった考えに、まあ、改めていくことが必要だというふうに思います。まあ、いずれにしろ、またこの日本の兵器に核武装に対する考え方とかをですね、もう固定したものにしておくために、今からまた1週間反日活動がどんどん展開されると思いますけれどもですね、そういった中でこの反日活動に負けないこのなんていうか活動をやっていきたいなというふうに思ってます。本当に日本というのは素晴らしい国であるにもかかわらず、憲法に書いてある通り、日本が悪いことさえしなければ世界の平和は永遠に続くというこの考えがですね、マスコミなんかが頑張っちゃうわけですよね。本当、左巻きの人たちがですね、まあ私は左巻きと言ってますけども頑張っちゃうと。で、あと先ほど岸本先生帰られましたけど、ちょっと気になったのはですね、格の違いを見せると言いますけどもですね、話すことだけで格の違いを見せようと国際社会でやったらですね、多分すぐにダメになるんじゃないかなと私は思うんですよね。国際社会というのは本当に腹黒い世界ですから、善人は、日本みたいな善人はですね、悪人の前では一頃ですよ。ですから、その格の違いを見せるとか言うんではなくてですね、腹黒いこの国際社会でですね、やっぱりきちんとやられない、やってみろと、その武力に対しては武力で対抗すると、で情報戦に対しては情報戦できちんと対抗するという準備をしないとですね、もう考えてることが違うから、あいつらは日本に対しては手を出さないということには絶対にならないというふうに思うんですよね。ですから、その辺は日本国民でみんな善人ですけども、政治家の先生にはできるだけ国際社会では腹黒くなってもらわなければ困るんではないかなというふうに私は思います。ということで、もう時間も来るようですのでですね、本当はあと1時間ぐらい話をしたいんですが、今日はこれでやめておきたいと思います。ありがとうございました。本日本格長どうもありがとうございました。それでは少しここで私お時間いただいてお話